信号アクションのゆうすけです。ひろきです。小ゆきです。ひろこです。12月3日土曜日のデモの集合地までの道案内をします。新宿駅西口から京王百貨店を背に大久保方面へ向かいます。思い出横丁に後ろ髪を引かれつつ大川戸前交差点に来たら五味街道を渡ります。小滝橋通りを渡りさらに大久保方面へ歩きます。すき家の角を曲がりルノアールのある店へ入ります。そしてルノアールを過ぎると見えてくるのが柏木公園です。バリアフリートイレはないのでお手洗いは駅でお済ませください。デモにはセクシャリティを問わずどなたでもご参加いただけます。メッセージを書いたプラカードをお持ちいただけると沿道へのアピール力が増します。翌日から始まる人権週間に合わせたデモの開催です。一緒に人権の大切さを訴えませんか。詳しくはレインボーアクションのホームページをご覧ください。東京にも人権を。